はい、おいすーおいすー、お久しぶりでございます。まあ、会うのはね、久しぶりやけど、まあ結構ね、ちょいちょい連絡を取りながらしてたんで、なんか久しぶりに会うっていう感じがね、しないね。で、今日は、なんと、飯島空河の、一番最初の動画、まあ多分この辺にテロップが入るのかな、が100万回再生いきましたということで、いや、こちらこそありがとうございます。まあ、うちのね、動画の中で初めて行った100万回なんよ。だけど、なんか空河のおかげでな、うちもね、なんか起爆剤になったなっていうあれで、まあそこをね、お礼を申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあただね、残念なことに、あの動画に関しては収益がなしというね、ちょっと広告がちょっとね、なんかつきにくかった内容をやったんやろね。うん、まあ内容的にちょっと悲しかったかな、あれな。まあまあ今日は、飯島空河さんを招いて、まあ100万回行きましたという記念で、来ていただきました。で、一番最初の動画が多分3本ぐらい上がって、で、その後に、平塚のね、事件現場の方に行って、で、まあちょっと俺が、個人的に聞きたいのは、その後、で、どう？なんか自分のそのモチベーション的なものって変わってきた？めちゃくちゃ変わって、プラス母親とすごい仲良くなれたんですよ。母親とね、言いよったっちゃね、その、なんかやな、要は飯島空河が世に出だして、それ、要はあの事件を発信することによって、ちょっと母親とのその関係がすごい悪化したっていう、言いよったもんね。で、それが、あの手を合わせに行った後からだいぶ変わったんや。川本さん頑張ってるならいいんじゃないって。それはその何、自分から、母親に連絡を取り出した、それとも、あ、自分からなんや。本当はね、これちょっと見てある方は多分わかんないと思うんですけど、この撮影の前に、本当はね、何回か撮影しようかっていうふうに言いよったっちゃうけど、お互いの時間がなかなか調整つかずに、ずっと流れで、今日に、ね、至っとっちゃうけど、その前に、ちょっと母親との疎遠で、まあ、飯島空河っていう人間が世に出だした時に、やっぱりあの事件で、まあ、知らなくていい人たちがいろいろとね、知ってしまったことによって、まあ母親がちょっと怒ってるじゃないけども、ね、そういうふうな部分になってしまって、すごい疎遠になってたわけで、それでうちのチャンネルを通して母親にね、手紙をね、本当は書いとったんだよな。で、それを、まあ、電波に乗して母親に対して、好きな気持ちがあるけどもなかなかちょっと伝えれないっていう部分で、うちの動画でちょっと配信してほしいっていうのを言ったっちゃうけど、ちょっと流れになってしまって、今日に至った時に、それが、まあ、うまくもうちょっと進展してね、もううちの動画も配信せずに、母親とも、うまく関係をね、ちょっと築けたっていうふうな流れになって、なったわけだな。で、飯島さんのチャンネルで、発表しようとしてた手紙を送ったんですよね。あー、なるほど。はい、流れちゃった。うんで送ってから仲良くなる。ああ、じゃあやっぱきっかけとしてはやっぱ結構大きかったんや。大きかったっすね。やっぱその何、あそこにさ手合わせに行ったよね。あれからなんか自分としてのなんかモチベーションとかっていうのも変わった？モチベーションはすごい変わったけど、行動できずにいたものが行動できるようになったっていう。ああ、じゃあすごいプラスやね。すごいプラスだったし、周りの人、友達も全てが私のことを見る目変わったっていう感じでしたね。いや、実際ね、うちのコメントにもすごい多かったじゃん、飯島空河さん太ってるって言って違うか、違うね。違うかないか、そうかそうか。さっき体重聞いたら俺よりか太ってるってこと。嘘つけ。そうそう、いや、ほんとね、うちの動画を上げて、
本当応援したくなりましたっていうと、あのコメントがねめちゃくちゃ多かったっちゃ、本当に嬉しいっちゃ、あ嬉しいっちゃ嬉しいっちゃ、うん、そうそうそう、で多分クーガも多分見たんじゃないのコメントとかは、うん、本当ね批判的、俺はね結構割れるかなと思ったわけ、なんかそういう風なものをまあ言うてさ、ほら生きてきた過程の中で自分が避けることもできないことが起こってしまったけども、うん、まあそれでもなんか差別的になんかお前のようなやつだっていうのが来るかなと思ったけど、うん、断然ほんとまあもちろんそのね、心ない人間とかはもちろんその変なアンチも送るけども、でも 99% の方々が本当に応援のメッセージだったわけ、嬉しい、うん、だけああこうやってみんな見てくれるんやなっていうのはね、すごく俺としてもその配信者としてね、やっぱりさ、一緒にコラボっていうか、まあうちの動画で出す以上は、相手方の批判って俺絶対されたくないわけ、俺は、自分の批判もどうでもいいじゃん、どんだけでもしてくれっていうふうに思うよ。でもやっぱりうちに出てきてくれた方のその批判ってのはやっぱされたくないよね、うん、それが別にそのね、こっちがコメント管理するわけでもなく、うん、本当に応援ばっかりのメッセージやだけ、うん、なんか、ああ、なんか本当、良かったなと思った。うん。それは多分、グーグルも目の当たりにしたと思う。そうやってなんか、いろんなね、応援メッセージが来たのに関してはね、言うたらさ、ああいうのでマインドがいろいろ保たれるやんか。うん、みんな、ああ、こうやって思ってくれてるんだって。うん、じゃあ私も頑張らなきゃって、いうふうになれるやんか。うんうん、なんかあプラスに変換できたのかなって思う、うん、そのどうなんかさほらいろいろさなんていうのああいう風な動画をこうどんどん配信することによってまあどんどん人目につくようになってまあ例えばその俺との出会いとかで、うん、そういったものもなんか違う、まあまあでも相談結構乗るけんな、うん、違うし難しいな。美濃羽さんと受験現場に行った時に、うん、周りの普通に友達に相談に乗って、うん、あ辛かったねとかあそういうことあったんだっていう人はがほぼほぼだろうけど、うん、じゃあ一緒に行こうっていう人っていなかったよね、うん、みたいな、うん、そこで美濃羽さんがこう連れてってくれたから、うん、そこから美濃羽さんへの気持ちの感謝で井山さんに対して、あ、井山さんここまでしてくれたから頑張らなきゃなっていう気持ちと、あそこでお線香をあげて、そこで踏ん切るじゃないけど、それが同時に自分の中であって、それを行動にするまでは時間はかかったんだけれども、でもその二つはすごい大きかった。まあ一つのその区切りがついて、うんで、そこから走り出せるようになったわけよな、うんうん、まあ大きいよな実際ね、うん、だって今何歳だったかいな27あ普通に言ったね二十歳言うかなと27で、まあ、27歳まで抱えたものがあそこである程度ね、うん、まあ全てっていうわけじゃないかもしれんけどでもあそこである程度のその空間のターニングポイントになったわけだよな、うんうんうん、でそこで走り始めれた、うん、まあ大きいよな空間が言ってきたのかなもう別にカメラも回してもらっていいんでって、うん、それ別になんていうのその相談があってよ、うん、別にカメラ回していいんでって言われなくても多分俺言ってたもん、うんうん、だってさなんていうと抱えなくていいものをいきなり背負わされた人間がよ、うん、ね今までそのなんていうの本当に自分で選んだものじゃないものを定めじゃないけどねその一つの事件からまあ一つじゃないんだよな、まあ、多くの事件から勝手に背負わされたものやんか、うん、でそこでなんか重いものを背負ってで俺が一緒に行くことによってそれがなんか脱ぎ払われるってなれば、うん、カメラとか関係なくてやっぱ俺も一緒に行っとったと思う、うんうん、なんか俺もさなんか人生変えた側の人間やない、うん、変えた側の人間って思っとんよね自分で、うんうん、たらやっぱりその俺が一緒に行くことでそれがなんか変わるっていう意味やったらやっぱああ行くなってやっぱ今でもやっぱ思うもん
まあまあでもね、やっぱなんていうのかな、まあ4人、まあ4人というか5遺体ねっていうその事件から、まあ背負わされなくてもいいものを背負わされて、ね、あのきっかけ、あの平塚にね、お線香をあげに行って、プラスになって今人生が、走り出したっていうことをね、いい部分のこう、今の状況をね、なんか視聴者さんに伝えれたらなっていうふうに思ったんで、まあちょうどね100万回行ったっていうのもあるし、うん、で本当はね前々からずっと撮影しよう撮影しようっていうふうに言いよったんだけども、うん、ちょっとお互いのねたまたま事情が合わんやったりとかがあって、うん、でちょっと先延ばしになったけども、うん、まあまあでも飯島空が、一生懸命ね、今人生変えるために、前向きに頑張りよりますんでね、まあよければ視聴者さん、まあ本当に応援してくれてるね、視聴者さんが多いと思うんで、うん、まあ、空河からね、一言またなんか皆さんにメッセージをいただければと思うんですけど、はい、もうとにかく頑張るんで、うん、そっと見守ってほしいですね、うん、そうね、まあ、やっぱ人間なんだね、間違いもあると思うし、うん、で、今インスタとかしようとかやな、インスタよりツイッター、あ、ツイッターなんだ、うん、まあツイッターとかでもね、もまあ、俺はちょっとツイッター見てないか分からんけど、過激な発言であったり、あ、ちょっと違うかなっていうこともあるかもしれんけども、うん、でも今方向性をね一生懸命定めて、うん、前向きにね、走り続けてますんで、皆さん優しい目で、温かい目でね、今後とも、見守っていただけると助かります。で、まあそれこそちょっと前に話したんやけど、月1ぐらいで、うちのチャンネルによかったらちょっと出てきたいっていうことなんで、もしね、飯島空河と俺とのそのコンビでなんかこういう企画をやってほしいとかっていうのがあれば、うん、なんかやっていきたいなと思います。まあまあそういうふうなね、なんか企画とね、こういうのをなんか空河さんとやってほしいみたいな、うん、まあそういうとの、そういうふうなね、コメントをいただければ、うん、2人でちょっと企画しながらなんかやっていきたいなと思う、うん、まあもうほんとエンタメとしてね、なんか面白い部分、うん、あ、空河さん、あ、頑張ってんなみたいな、あ、面白く生きてんなっていうふうなのをね、皆さんに伝えれたなというふうに思いますんで、はい、まあこれからも頑張っていきましょうよ。頑張ります。で、ちょこちょこね、また相談に乗ったりとか、はい、まあまあそういうのも全然やっていきますんで、まあ、これからも仲良くやっていきましょう、はい、ということで今日は飯島空河さんに、あれからの途中経過というか、まあ、あれから一生懸命前向きにね、人生変わって、進み出しましたよという報告でありました。です。まあ、まあ、これからも、また配信続けていきますんでよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。